はい、今回は、この前作ったカレールーの使い方、カレーライスの作り方を動画にします。2箱分ですね。今回はだいたい材料がこんなもんかな。もう1個あったらいくらいかな、まあ、これぐらいでいいんじゃないかな。具材は今日はもう小さなやつをします。はい、大方これぐらいでいいでしょう。はい、これを切りますね。もうじゃがいもはこれ今日はちっちゃいやつやから、このままこのままいきます。だいたい人参もじゃがいももちょうど同じぐらいに煮える大きさがいいですね。同じように煮えるから同じぐらいの大きさですね。玉ねぎは玉ねぎも大きめに切ります。これぐらいで、まあ玉ねぎの食感が残るようなカレーの方が僕は好きなので、なるべく大きめにしてます。はい、できました。油をして、油は米油炒めがついたら、もうお砂糖入れて、あと、これを入れて、はい、玉ねぎは入れません。後から仕上げに入れます。これだけ、じゃがいもだけ先に煮ます。じゃがいもはあんまり強火で長くすると崩れるので、じゃがいもが崩れると食感が悪くなるからね。先ほどの玉ねぎを入れます。で、玉ねぎを炒めるのは甘みを出すのと、香りが良くなる、そのためですね。で、色もちょっとつきますので、美味しいような色になりますので、それで玉ねぎを炒めるんですね。で、これでちょっと煮立てます。この前のルーを入れます。この前のね、2回分、はい、だいぶ溶けました。それでケチャップを入れます。まあ、適当に入れてください。ちょっと鍋が小さかったから指でいっぱいな。仕上げにローリエの葉っぱを入れた方がいいんですけど、今日どっかに行ってないんだな、これ。まあ仕上げにローリエの葉っぱを入れてください。香りがしていいですからね。ちょっと薄かったかな、これ今日は。